旗印馬印長石は、日本の氏族の一つ、松平氏徳川氏に仕えた。官務兵士両権流の、松室来を祖とする長田氏の系統で、平安時代末期に、主君源な義と、もを支持した、長田忠宗の兄である、長田親松室が、長石の祖である。右近太夫、直勝の第二、主君、徳川家康の命により、 宿務を支持した忠胸につながるとして、大江勢長井氏に改正された。直勝は、不代大名となり、時代の直政が老中に就任するほか、直政の子定が文系を起こすなど、流星の機運にも恵まれた。ところが六百八十年、直勝の創尊、品の守る直長が、島蕎麦藩主の内藤忠勝に視察され、長井宗家は一旦海域となる。だが、 直おの弟、自家園が、お家最高を許され、山と新城藩主として復帰した。以後の長井氏は、明治維新まで存続した。また、幕末期に、将軍、徳川慶信に付き従い活躍し、明治政府の下で開拓士御用係、最小下官、元老院検対象機関などを務めた、長井玄馬藤昭氏は、旗本家の出身。 長井家風らを排出した愛知県の豪農大長井家は、安土桃山時代の頃に分かれた分家にあたる。現在の東京都新宿区の品野町の町名の由来は長井家である。道町に長井一族の品野守る長井家宗家及び高槻藩主長井家が共に江戸下屋敷を構えていたことによるもの。一族の家紋として一文字三世を使用している。 長池の家紋には、梨門の、丸に、梨の切り口は、加納藩主長池などが主なって使用している。鉄線門の、長井鉄線は三大将軍、徳川家光より配慮した家紋で、高月藩主長池のみ、特別に使用が許された。大和串良藩主の長池は、価格上の宗家にあたる。借位は四尺。身の加納藩主などを務めた一族。近代の借位は四尺。 摂津高月藩主を一貫して幕末まで務めた家。爵位は四爵。長石種経図判例実践は、実施、破線は養子。太字は、老中経験者。一イコール宗家歴代。一イコール小伊佐尾派歴代。一イコール直木尾派歴代。松平信良の次男。井上忠之のいつ松平上院の次男。板倉勝利の七男。三好町住の次男。 東京都中野区の総統州の寺院。串良藩主長屋及び、加納藩主長池の菩提寺である。東京都品川区の臨済州大徳寺派の寺院。高槻藩主長池の菩提寺である。大阪府高槻市の飲み神社の説末者として鎮座する。高槻市指定文化財に指定されている社殿や、長井神社カラ門が現存する。京都府京都市東山区の潜入寺の達中の一つ。 寺門に長井鉄線が使用されている。高槻藩主長井家と関わりを持つ。東京都千代田区の有楽町駅西口に鎮座する、浦久稲荷神社は、1859年に高槻藩主長井直樹が高槻藩城屋敷に創立した神社。ありがとうございます。